同志社大学文学部哲学科は1927年4月に同志社大学文学部内に設置された学科である。1875年に新島城は同志社を創立した。創立にあたり、新島はキリスト教主義による良心に基づく道徳教育を最重要視した。そして後の大学設立に向けての構想の中心に、 哲学思想の研究教育を置いたと言われる。1920年4月、同志社大学は文学部及び法学部からなる大学として、大学令に基づく大学として認可された。哲学教育の構想に基づき、1927年4月、文学部内に哲学と倫理学とのに専攻からなる哲学科が設置され、1930年に初の卒業生を出す。なお、 哲学科内には心理学専攻などの専攻が設けられ、後の心理学部などへとつながっていく。戦時下の1941年、哲学科は英文学科と共に文化学部に改組され、戦後になると文学部は英文、文化、社会の三学科体制となる。当初文化学科は哲学及び倫理学専攻、美学及び芸術学専攻。 文化史学専攻の3専攻からなっていた。その後さらに国文学専攻がこれに加わり、教育学と心理学とが独立した1955年以降は文化学科6専攻という構成になる。2005年4月には文学部会組災編に伴って哲学科が再び設けられた。新市城の哲学教育の構想に基づき、彼の教育を受けた者たちは、 後の東京大学、京都大学、早稲田大学における哲学科創設に尽力した。学ぶ内容は、主として、西洋哲学、倫理学である。教員は、全球名である。ドイツ哲学、フランス哲学、科学哲学古代、哲学同志社大学の創始者である、新島魔城は哲学による教育を重んじたと言われ、 新島の教育を受け思会において活躍した人々としてなどが挙げられる。彼らの多くが後の東京大学、京都大学及び早稲田大学等における哲学科創設に尽力した。他、他高田武史郎は出身者に掲載のことたありがとうございます。